はい、どうもよぴこと伊藤です。今日はですね、ノートに音声コンテンツの投稿はしないのということについてお話ししようと思います。まあ結論から言いますと、ノートに音声投稿はほぼしません。まあこれは私に限っての話なんですけど、昔ね、音声投稿や動画配信というか、まあ動画の投稿などもしてたんですけど、今はほぼしないようにしてます。これなぜかっていうと、単純にアクセスが落ちるからやめたっていうことです。まあ私の場合、ノートだといつもテキストで投稿していることが多いんですけど、テキストならテキストのみだけで配信している方がいいと思ってます。逆に普段音声で配信しているなら音声で配信するっていうのもありだと思うんですね。これは使い分けない方がいいというか、まあ一つのねのアカウントでいろいろな種類の投稿をしない方がアクセスが落ちづらいというような傾向にあるかと思います。これは理由がちゃんとあって、やっぱり見に来てくれてるファンの属性っていうのが異なるんですよね。実際にノートの場合って検索でたどり着くユーザーさんもいると思うんですけど、フォロワー機能というのがあるので、フォロワーさんが読んでくれるっていうケースが非常に多いんですね。その時に属性が異なれば、やはりいつもと違う投稿だなということで、好きとかいいねも少なくなりますし、実際に再生ボタンを押して聞いてくれるっていうことも非常に回数としては少なくなります。まあ例えば、まあ、YouTube など見に行っている、まあ、あなたがね、YouTube を見に行こうと思って YouTube を開いて、行った時にですよ、昔よくあった、まあ、字幕がね、ダラ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 とスクロールして流れるニュースってあったじゃないですか。まあそういうのを見ないのと同じですよね。実際に動画を見に来ている人が、まあ、テキストのね読み物を読むっていうことは、単純にそれだけハードルが高くなるということなんですね。逆に Google 検索でねテキスト情報を探しているのに、ブログに YouTube が貼っているだけとかね、その状態ってわざわざ再生ボタンを押して動画を見るってことってあまりないと思うんですよ。まあその時にアクセスしてくれたユーザーの環境っていうのも大きく影響していると私は思ってます。まあ YouTube をね、見に来てくれてる人っていうのは単純に音声を流せるような環境だと思うんですね。そしてテキスト情報をね求めている人っていうのは、もしかしたら電車の中でイヤホンもないような環境で、ね、見るしかできないというような人かもしれませんし、そんな時にね YouTube の情報しかなかったら、もちろん音声なんてね流すわけにはいかないので閉じちゃいますよね。ノートも同じで、テキストをずっと書き続けていてファンがついてくれてるのであれば、そのままの方がベストです。そこにある日突然音声や動画なんかをアップしたところで、わざわざ音声を聞いてくれることっていうの方がハードルが高いような状態になります。だから音声でやるなら、やっぱり音声ばっかり配信しているようなノートアカウントっていうのを別に作った方がまだいいですね。今こうやってラジオ配信をしているわけなんですけど、これもね実は、見てみたら音声じゃなくテキストでダラダラと書いているようなコンテンツだったら、もう飛ばしてしまいそうに、ね、なっちゃうじゃないですか。もう本当それと同じなんですよね。まあ、その場所場所にあった情報の提供というのを心がけた方が、まあ、提供する側も、まあ、見る方聞く方の側もお互いにとっていいのではないかなと思います。まあ実際に結論としては、ノートに音声投稿はしないのというのは、私はね今はしないと、テキストだったらもうテキストでずっと続けていくということを心がけています。もしねあなたが、どうしようかなって悩んでいる場合は、一つ参考にしてみていただければと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。